ケンさん TV です。速報というわけではないんですけど、皆さん、僕の先ほどアップした、横浜赤レンガ倉庫で開催する写真展 iPhone 写真展の RT をしてくださいっていうふうに言ったんですけど、僕たちは525円の壁から始まった iPhone 写真展グループユニットの iPhone カメラトークのケンさん TV と言います。おそらくこの10月19日から21日、横浜赤レンガ倉庫、1号館、1階と2階で開催される iPhone ケース店内で開催される iPhone 写真展っていうのを私がディレクションしさせていただいてるんですが、おそらく、歴史を、日本の iPhone 写真の歴史を、塗り替えるって言ったらあれですけど、ユーザーが立ち上げた、イベント史上最大のイベントにしようと思ってます。もちろん、ユーザーだけではなくプロの写真家も巻き込んで、世界的に有名なあのメーカー、世界的に、ね、日本の写真を世界的に有名にさせようとしているあのメーカー、もうすごい数々の写真、iPhone ではなく写真のジャンルの企業さんまでも注目していただいてます。何言ってるかだんだん分かんないですけど、ちょっと興奮してます。とにかく、僕たちが歴史を作り出すというそんな気持ちで、バタバタね、制作スタッフは本当に今もずっと皆さん苦労してバタバタしておりますが、かなりバタバタしたイベントになっておりますが、おそらく歴史を作り出すイベントになると思います。2009年のね7月から始まった僕たち iPhone カメラトーク、ついに横浜赤レンガ倉庫で、展示会を開催します。525円から始まったヒストリー、まさか、横浜赤レンガ倉庫でね展示会をやれるようになるとは思いませんでしたけど、まだまだの僕たちなんで、もっともっと、iPhone の写真の楽しさを、伝えるべく、まあね、巷では iPhone グラファーだでやらなんだらいろいろありますけど、そんなの関係ないぐらいな気持ちで、楽しく、写真って楽しいよねっていうのをね、iPhone 写真展っていうふうに言ってますけど、写真って楽しいよねっていうのを、どんどん、ね、写真にね人生を救われた僕ケンさん TV なんで、写真って楽しいよねっていうことをちょっと広めていけたらなと思います。ちょっともうバタバタなこんなよくわかんないビデオになってますけど、皆さん、ぜひぜひ10月19日から21日横浜の赤レンガ倉庫で開催される iPhone ケース展内にね開催している iPhone 写真展をぜひよろしくお願いします。もちろん iPhone ケース展も素晴らしいです。柚木ひろみさん、はるさん、そしてジェット大輔、飯塚敦史、瀬戸康史さんも出てくるかもって噂ですね。秋葉仁さんも出てくるかもって噂です。で、僕、iPhone カメラトーク、ケンさん TV、鶴潤、そして佐藤弥生、そして春穂と、それ以外にもね、写真家の須田誠さんとかも、インスタグラマーの遠蔵くんだったり、もう、あげたらキリがないほど素晴らしい写真家の人たちが集まります。そして、今回ね、出展者、一般公募、ちょっとね、バタバタでなかなかそんなにたくさん集まらなかったんですけど、コンテストも開催されます。このコンテスト内容は本当にすごいです。僕も10年間東京に来て住んでいろいろ活動してますけど、審査員がすごいです。まだ発表されてませんけど、ちょっと僕は、興奮してます。この10年間こう東京にいろいろとやってて、いや本当に何が起こるか分かりませんね。ということで皆さん10月19日から21日赤レンガ倉庫でお待ちしてます。もうおそらく歴史が動きます。よろしくお願いします。ケンさん TV でした。お疲れ様でした。